どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は黒い妖怪ウォッチフィギュアセット紹介します。こちらですね、2月よりアニメ内で登場する黒いジバニャンと黒いコマさんが早くもフィギュアになって登場です。2月から始まるこの黒い妖怪ウォッチシリーズは、ジバニャンとコマさんが主役です。で、黒色の妖怪ウォッチが生きてて、人間をガブリと食べて吐き出して妖怪に変えてしまうというですね、今までにないおぞましいストーリーです。こちらの商品セット内容を見てみると、ジバニャン1体にコマさん1体、そして羊汁1個です。このジバニャンもコマさんもプリチーさどこ行ったみたいな感じですけどね、水木しげる先生風のタッチと言っても過言ではないですね。で、劇中で大活躍するこの羊汁なんですけど、おそらく人間を妖怪に変える汁元なのかなと、とっくりですね。で、価格が税抜き1600円でちょっと高めなんですけど、これおそらく妖怪ソフビシリーズと同じ感じなのかなと。価格が700円ぐらいなんですよね、ソフビシリーズは。しかもシルエットとか形がめちゃくちゃ似てる、顔が違うぐらいかなと。ちなみにデラックス黒い妖怪ウォッチは2月18日発売予定で、こちらの商品は2月中旬発売予定です。 Amazon では2月28日発売。あとですね、黒い妖怪ウォッチの黒いキャンペーンっていうのも開催されます。応募期間が2月17日から3月3日まで、結構短いですね。こちらはですね、デラックス黒い妖怪ウォッチを買って付属の黒い妖怪メダルジバニャンを登録するとキャンペーンに参加できます。抽選で50名様、結構少ないですね、50名様に黒い妖怪ウォッチのぬいぐるみジバニャンとコマさんプレゼントです。今までにない凄まじいぬいぐるみですね、ジバニャンとコマさん。応募には1回につき3000ポイント必要です。で、当選は1つの ID につき1回です。2月からのアニメもすごい気になるし、この黒い妖怪ウォッチシリーズのおもちゃ早くゲットしたいですね。乞うご期待。